セミオン・ミハー・アイロビチ・ブジョーン・ヌイ1973年10月26日は、ロシア帝国、ソ連の軍人である。ロシア内戦における赤軍の英雄、第一騎兵軍指揮官、ソ連邦元帥の最初の一人で、サンドソ連邦英雄の、称号を受けた。セミオン・ブジョーン・ヌイは、ロシア帝国時代の1883年春、現在のロシア連邦ロストフ州。 プロレタールスク地区にあたるコズユーリン村の貧しい農家に生まれた。テレクコサックの居住地域であった。この村で、ブジョーンヌイは1903年まで農場で働いた。この年、ブジョーンヌイは、軍務に就いたが、デンマークオークリスチャン旧世のプリモールスキー、隆起兵連隊において、ごくありきたりな軍隊生活を過ごした。 1904年から1905年にかけての日露戦争に第26ドンコサック連隊の一員として参加した。この時期にカール・グスタフ・エミール・マンネル・ヘームと出会った。1907年には連隊一優れた機種としてペテルブルクへ戻り、最高騎兵商工学校の低階級向けの一年コースへ入学し、1908年に卒業した。 その後、1914年まで、プリモールスキー竜騎兵連隊での勤務を続けた。第一次世界大戦には、上級歌手官として参加した。配属先は、ドイツ・オーストリアカフカース方面での戦闘に従事した、第18北面竜騎兵連隊で、勇敢な行動により、4つの制御オールギー十字勲章と4つのメダルを授与された。 1917年初めには2月革命が起こったが、この際ブジョーン・ヌイは、前線部隊の多くの兵士と、同様ボリシェビキのソビエト政府を支持した。カフカース方面のソビエト派兵士を統率した、ブジョーン・ヌイは、この年の夏には、カフカース師団と共に、ミンスクに移動した。彼は、そこで、連帯委員会代表並び師団委員会、代表代理に選出された。 8月には、オール社において、コルニーロフ軍の輸送列車の武装解除の指揮を取った。10月革命の後、ドン地方のプラトーフスクのコサック陣営に戻った。ブジョーンヌイは、そこで、サーリスキー管区ソビエトの執行委員会のメンバーとなり、土地局の管区主任に任命された。1918年2月には、ブジョーンヌイは、革命規兵隊を、組織、 ドン地方の城守る軍に対する行動を開始した。部隊は次第に規模を増し、連隊、旅団、そして、騎兵兵団にまで発展した。ブジョーンヌイの騎馬兵団は、1918年から1919 19年発にかけて、サリーツインで大きな業績を上げた。1919年、ブジョーンヌイは、ボリシェビキソ連共産党員になった。7月下旬、 誕生魔もない赤軍は、武将イの指揮のもと最初の大規模騎兵部隊軍を編成した。これは、後に、武将ヌイの騎兵軍団と呼ばれ、敵方に最も恐れられ、赤軍部隊の一つに数えられるようになった。8月には、白軍の根拠となっていたドン、川上流域において、ピョートル・ブラーンゲリ将軍指揮下のカフカース軍を撃破するという重要な役割を果たした。 また、ボロネジカストールノエ作戦においては、第8軍の師団と共同で、コンスタンチン・モーメントフ将軍と、アンドレーシュクロー指揮下のクバ番コサック軍団を下した。部隊の一部は、ボロネージを脱回し、モスクワ方面と、赤軍前線部隊との間に生じていた断絶を、修復した。部ンヌイの騎兵軍団は、 ボロネージとかストールの絵における戦闘で、デニーキン軍に勝利を収め、ドン流域から敵軍を一掃した。1919年11月19日には、共和国革命軍事会議の決定により、南部戦線の指揮を取ることとなった。この決定により、騎兵兵団は、第一騎兵軍に昇格した。そして、その指揮官には、ブジョーンヌイが就任した。彼は、 1923年10月までこの軍で指揮を取り、北タブリアとクリミア半島における、ロシア内戦における白軍との戦闘で重要な役割を果たした。しかし、ポーランドとの戦争における、ワルシャワの戦いでは、西欧式の近代的なポーランド軍に対し、大敗北を喫した。それ以降、騎兵部隊が大規模戦で重要な役割を与えられる。 ことはなくなった。武将温縫意識下の騎兵軍が参加した南部戦線最後の重要作戦は1920年11月に行われたペレイコールチョンがある作戦であった。決戦となったこの戦いにおいて第一騎兵軍の主要部隊はペレコープ地境を渡ってロシア軍の根拠地であるクリミアへ進撃しこれを撃退。 赤軍は内戦における最終的な勝利を手にした。最初のソ連邦元帥の5人1921年から1923年にかけて、ブジョーンヌイは革命軍事会議に参加した。その後、北カフカース軍管区副司令官に就任した。そして、ヨーババの組織と運営に大きな貢献をし、その努力はブジョーの二日屋ネとテールスカヤダネという新しい、 品種に欠実した。1923年には、ブジョーン・ヌイは、赤軍騎兵隊及び、ソ連革命軍事会議の副議長となった。1924年から1937年に、かけては、老能赤軍騎兵部隊の監督官を務めた。また、1932年には、MV フルンゼ記念軍事アカデミーを卒業した。 1934年から1939年の間、ソ連共産党中央委員候補となった。1935年9月22日、老農赤軍の指揮官及び指導者としての職務遂行に対する地位が武将恩縫いの軍隊称号に与えられた。1935年11月には、中央執行委員会と人民委員会議は、 最も偉大なソビエトの司令官の称号となるソ連邦元帥を制定した。ブジョーン・ヌイは最初にこの称号を授けられた5人のうちの1人となった。またこの後始まる大粛清でこの元帥5人のうち3人が命を落としているが、ブジョーン・ヌイは生き延びている。第二次世界大戦直前の1937年から1939年にかけて、 ソ連邦元帥、SM 部長ンヌイは、モスクワ軍管区の司令官を務めた。1939年からは、国防人民委員代理及び、同人民委員部軍事会議議員となった。また、この年から1952年までの間、ソ連共産党中央委員会委員の任を務めた。1940年8月には、ソ連国防人民委員第一代理となった。 1943年、アレクサンドル・バシレフスキーと話すブジョーンヌイ、ロシア内戦後、ソ連軍建設問題とその技術的再建問題の決定において、ブジョーンヌイは、その経験から、将来の戦争における、騎兵隊の効果を課題視し,した。そして、その一方で機械化部隊の効果を過小評価し、戦車部隊との連携を承認しなかった。大祖国戦争において、 ブジョーン・ヌイは、軍曹司令部の一員として、モスクワの戦いに参加した。1941年6月には、軍曹司令部予備軍の指揮をとり、7月から9月に、かけては、南西方面軍の指揮を取った。ウーマニの戦いやキエフの戦いにおいては、彼の部隊は、敵の包囲を受けた。その後、9月から10月にかけては、予備戦線。 1942年4月から5月にかけては北カフカース方面軍5月から8月にかけては北カフカース戦線の指揮官を務めたしかしながら牙に固執するばかりに時代から取り残されてしまった彼は近代戦争における指揮官としての無能さを露呈するばかりであった1943年1月からは赤軍機兵隊の指揮を取った また、これと同時に1947年から1953年にかけては、洋場部門における村経営人民委員次官を務めた。1953年5月から1954年9月にかけては、騎兵隊の監督官を務めた。1954年には、ソ連国防省主任監察官の一人となった。 1952年から1973年の、相場、ソ連共産党中央委員候補となった。最高会議の指令により、1958年2月1日と1963年4月24日、1968年2月22日の3回に、渡り、ソ連邦英雄の名誉称号を受けた。全ロシア中央執行委員会と、 ソ連中央執行委員会のメンバーの任を務めた。第1期から第8期にかけて最高会議議員を務めた。また、1938年からはソ連最高会議幹部会のメンバーとなった。ドサーフ中央委員会の幹部会のメンバーも務めた。ブジョーン・のィは、1973年10月26日、脳内出血のため90歳にして、この世を去った。 赤の広場に葬られ、クレムリン墓地には、彼の記念碑が飾られている。その他、ブロンズ像と記念碑が、ロスナドヌーに建てられている。そこには、元は、タガンロークスキー大通りと言ったが、伝説的な司令官の功績を称賛し、その名を冠した大通りがある。また、ドネーツクの市役所前にも、記念碑がある。1920年から、プリクムスクと称していた。 スターブロポリッチ法都市、ス渋谷遠イ・クレースとは、1935年に、部長の不숙と解消されている。部長運のいは、7度の霊人勲章を受けている。1935年2月23日、第881号1939年11月17日、第2376号1943年4月24日。 1> 第13,136号1945年2月21日。第24,441号1953年4月24日。第257,292号1958年2月1日。第348,750号1958年4月24日。第371,649号また。 赤旗勲章は6度受けている。第4150号第390、2号第1 0 3号、第42、4号、第2、5号、第29万9579号このほか以下のような表彰を受けた。部長の二日や、ありがとうございます。